皆さん、こんにちは。しほりみちゃんの志保です。はい、ということで、今回はダイソーで買ってきた、クリスマスグッズと、あったかグッズを紹介していきたいと思います。まあ、略して、まとめて、冬グッズですね。はい。今回は。ダイソーでね。ダイソーでね。いっぱい買ってきました。はい。もう毎年なんか買っちゃうんだよね、こう冬グッズ。はい、まあ、今回はね、ママがね、買ってきました。ママがちょっとお友達とね、ダイソーに行く機会があって。そうですね、私はだから、学校なんですよ、私。そういうことです。ね、いなかったんですけど、はい、ママが選んで来ました。はい、それをしほちゃんにちょっとね、紹介してもらいたいと思います。はい、お願いします。ということで、まずこちらのあったかグッズ、もう、はい、もうふわふわですよね。ママが寒くて寒く急に皆さん寒くなったじゃないですか。だからもうママ寒くて寒くて、はあ、誰も聞いてないってこと。はい、まずね、こちらの、はい、ルームシューズ。はい、もう足の先が寒くて、内側ボア生地だって。あ、すごい、本当だ、すごくない、うん、なんか中がね、ボア生地なの、超ふわふわ、そう、あったかそう。でこれ25センチから26センチ。そう、ママ24じゃなかったっけ。え、25から26になってた、うん、ちょっとでかすぎだな。あれ。まあボアでね、ちょっとあったかそうみたいな。裸足でも全然、裸足の方がよくあったかい気がする。ちょっと切ってみて。了解。履いてみて。こんな感じで履いてみました。はい、やってじゃなくて、足。あ、これでいいじゃん。ちょっと足履いてみてよ。履かなきゃわかんない。はい。なんか黒くてわかんないね。ちょっと一周してください。真っ黒すぎてわかんないね。皆さん、ちょっとわかりづらすぎる。とりあえず大きさか、あれでしょ、あんまり気にならないでしょ。全然ぴったり、むしろ、ね、ぴったりだよね、むしろね。はい、はい、ということで続いてはね、こちらのね、タイツです、ございます。はい、これ300円、300円でさ、タイツ買えるってさ、うん、そうそうないよ。ね、どんなものか。砂村でも490円。うんと、300円でタイツ買えるなんてないから、そうそう。結構ね、触った感じしっかりしてるんだよね。ね、ほんと芝生レリしかいない。そればっかんないじゃん。ちょっとさ、髪取ってどんな感じか見てみようか。髪は取ろうって感じか。生地切んないでよ。またよく生地切るんだよね。しほちゃん、ほんと切っちゃうんだよね、ハサミで。え、な、切ってない？待って、怖い、怖い。大丈夫でした。危ない、もう。大丈夫、もう、ほんと。心配だよ。よく切っちゃったとか言ってさ。そう、よくこういう時によく切っちゃって、布を。怖い。あ、切っちゃったとか言って。ママによく叱られるんですよ。はぁとか言って。怒られるんです。大丈夫だった、切ってないよね。多分大丈夫です。あ、どう？あ、でもなんか超いいじゃん。しっかりしてるよね。超しっかりしてる。うん。やば。あ、いいね、これ。ね。300円です、これ。安いよね。やっぱ学校と、どうせ学校とかに入ってさ、今日もなんか穴開けてきたけどさ、もうほんとすぐあれ切っちゃうので、高いのね。いらないもんね。でもさ、うん、やっぱさ、うん、ユニクロいいよね。やっぱユニクロ最強だった？これも今日ユニクロなんですけど、穴開けてきました。もったいない、ユニクロいつもの一足千円するんですよ。ユニクロ、え、なに、動きやすい、やっぱり、うん、そういう感じ、薄いからあったかいって感じ。あったかいんだ、やっぱり。あったかさも違う、うん、へえ。まあ、とりあえずね、1個買ってみたんで、はい、もしね、よかったらまた買いましょうね。ダメだったらユニクロで買いたいと思います。ユニクロで。その顔やだ。もう今の顔で、うん、ユニクロでやってたんですよ。はい、次。次はですね、こちらの手袋です。はい、手袋見ただけでわかる通り、また黒です。手袋、なんか黒でも洋服と同化しちゃってさ、こうしないとさ、もうこれは定番すぎるので飛ばしましょう。飛ばすんですね。もう普通の。大丈夫です。
通のね黒い手袋なのですいません、ママが普通でなんか興奮した、見せちゃった見せちゃった続いてはネックマフラー、はい、ウォーマーでした。ネックウォーマーですね。はい、ちょっとしてみ、あの値札取ってしてみよう。白だからどんなね色にも合うし、なんかいい感じでした。それね外してるんだよ、そのボタンとこあえて外さずいくね、帽子じゃないからねどう？あったかくない？マフラーそんな好きじゃないんだけどでもすっごい寒い時はさ、やっぱこの辺首周りほんとスースーくるからね、風とか。でもあったかいよね。あったかいでしょ。あったかい、この部屋今あったかいからわかんないけど、本当に風がビューピュー吹いて外とか行ったらそういうのいいと、ほら可愛いじゃん、白いし可愛い、うん、可愛い可愛い。ちょっとこの辺までさ上げてもいいし、お、いいねいいね、可愛い可愛い。それでコートとか着ればね。あ、確かにいいかもしれない。うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、いい感じいい感じはい、これはね、ちなみにこれね、300円かな、あれ、いくらって書いてあったっけ。300円でした。300円ですよね。はい、次はね、ボリュームスタスヌード、はい、ちょっとこれ気になったので買ってみました。これも300円です。これも首周りです。はい、で、そう、あ、あ、そのあ、違う違うよ、どうやるんですかこれだからこう、くる、何回か巻くの、うん、そう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 、そういう感じさすがにそんなねえこういう、なんていうの、こういう感じでこんな感じだよ、こんな感じでいいんだ、うん何やって首絞めてんじゃんもう、はい、ということで次はですね、はい、こちらの何だと思いますか。正解はカイロでしたこのね、黒いのは貼るタイプで、こっちのピンクのは貼らないタイプなんですけど、はい、白しかないじゃないですか、はい、逆にこの黒とピンク売ってるっていうのはすごいと思います。じゃあちょっとさ、超良くない？だから開けてみようか、みんなどんな感じか見たいかもしれないから。これがピンクは貼らないタイプ。あ、かわいい。学校に持っていくのとかね、ちょっとね、こう可愛らしい感じでね、超いいね。なんか茶色もありました。マジ？うん、あ、かわいい、かわいいです。学校にね持っていくのもね最適です。ちょっとじゃあ黒いのをもうちょっと開けてしまいましょう。これ黒なので、あのみんなヒートテックの黒バージョンとか着てるから、そういうのにね貼ると目立たなくていいって感じですね。あ、いいねそれ。貼ってもさ、いい、恥ずかしくないよね、ね、わかんないし、ね、よくさ、ここの貼る回路をしてるとさ、たまにこう見えたりして恥ずかしいとかさ、うん、ね、なるけど、これ絶対ならない、ね、うん、目立たないし、絶対目立たないね。さすがに白い下着に黒は目立つけど黒い下着とかに貼る分にはいいと思います。絶対いいと思います。あとこれはママがね、ママ気になったでしょ。ママがね、めっちゃ気になったので買ってみたんですけど、ぬくぽんぬくぬくマスクね、すごいでしょ、名前がぬくぽんぬくぬくマスクだよ。で、白とピンクがあったんですけど、ちょっとピンクにしてみました。で、なんか中身も全く見えないから、どんなのが入ってるんだかめっちゃ興味があってね。はい、ちょっと開けてみましょうか。はい、開けますね、うん、私もこれ気になるね、どんなのが入ってんだろう。あったかい生地ってことかな。いきます。はい、あ、お、なんか2個入ってんのか、2枚入り。あ、違う、1枚。あ、1枚なの。あ、なるほどね、生地がね、2層になってて。なるほど、2枚入ってるかと思ったね。ね、一瞬でみんなちょっと見えるかな、なんか2層こんな感じでね、なんかね、こんな感じでね、うん、なんか2層になってる。ちょっと私の顔にピントが合っちゃうんだよね。2層になってるんですよ。うんうん、ほんとだ、 2個入ってるのか、2枚入ってるのかと思った。なんかね、こんな感じでね、すごい。それであったかいってことかな。ちょっとしてみようかしら。
とそうちゃんには大きいかもしれないですね。どう？おでもどうですか？してみた感じ、あったかい？そんなにわかんない。わかんない。でも多分外すけど寒い外とかに出たらあったかいんだろうね。二層な分。今寒くないから寒くも、うん。まあ、でも生地が2層になってるってことは結構厚めってことだよね。だよね。だ風がピューピュー吹いてる時はあったかいってことかな。そうですね多分。うんね、はい、まあ気になる方は結構でもしっかりしてるんじゃない？超しっかりしてます、うん、作り的には。はい、はい、ぜひ気になる方は。はい、以上ですかね、寒さ対策グッズ、はい、以上でございます、はい、次にね、クリスマス商品がね、はい、ちょっとあるので、はい、こちらも紹介していこうと思います。まず一つ目がこちらのね、紙コップのトナカイですね、はい、ちょっと一個開けてみようか。なんか中にトナカイがついてるの。トナカイがついてるね、うんうん、このトナカイたちを全部ついてるね。こんな感じで、うん、トナカイがね、このリースをこう抱きかかえてるみたいな感じになりますね。超かわいいじゃん、うん、それなんか止まるの？手離してみて。あれあれつけないとダメだね、ノリとか。うん、あー、つけんのか。うんね、うん、これです。多分飲みづらいよね、こうやって。まあ見た目だよね、やっぱこういうのはね。雰囲気、ね、最初の雰囲気、ね、まあ、飲み始めちゃったらあーんって撮ってほしいんだけど。折っちゃうかね、ボンキ。邪魔じゃないって。まあ、はい、見た目、最初の見た目が可愛いということでね。はい、はい、こんな感じでございますね。じゃあそれちゃんと入れとこう。それに関連してストローも買ってきたんですよ。ストロー見てみましょうか、はい、こんな感じで、はい、こっちはトナカイじゃなくてスノーマンと、うん、ツリーとサンタクロースです、はい、ね、でこの下に図が載ってるみたいにこんな感じで、ね、ストローにね、そう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 、させてかわいい。かわいい。ストローはちょっと ねストローはね、緑と赤で、ね、使いたいと思います。はい、続いてはね、テーブルペーパーシックということで、はい、まああんまり使い道ないかもしれないけど、まあなんかに敷いてね、ご飯の下に敷いたり、はい、まあ膝の上に行って、ね、何汚れないようにしたりとか、うん、まあいろいろね、この時期ならではの使い道があるのかなと思って、はい、はい、買ってみました。続いてはね、お皿たちでございますね。はい、いろんなお皿があったんだけどね、このね、うん、キラキラのクリスマス、ベリークリスマス、ホリデーだね、ホリデー、ホリデーって休みってこと、うん、嬉しいお休みってことね。ということで、こんな感じのお皿と、なんか中にサンタさんがいるの。かわいいでしょ、星型のお皿。めっちゃ場所取るお皿。確かに、と場所取る、めっちゃ場所取るみたいな、ね、めっちゃ場所取るお皿を買いました。あとね、お盆です。お盆じゃない、それお皿、大皿ってお皿だ、お盆じゃないよ、お皿。え、これお皿なの？そこにでっかいチキンとかを乗せたり、サラダ、まあサラダでもいいし、ね、いろいろね、大皿ですね。ハッピーハホリデー、さっきと一緒ですね、はい、はい、こんな感じで。ペーパープレートって書いてある。そうだよ、お盆買ってくるわけないじゃん。はい、ということで今回はね、ダイソーで買ってきたあったかシリーズとクリスマスシリーズのね、冬セットっていうのかな、冬グッズをね、はい、買ってきました、はい、ということで、それではバイバーイ。皆さんもぜひ買ってみてください、はい、おすすめです。バイバーイ。多分多分そうそうそう。Ha ha ha.